皆さん、こんにちは。プロテストに7回不合格となり、欧州女子ツアー LET を主戦場にし、不屈の精神で戦っている一人の女子プロゴルファーをご存知でしょうか。それは鬼西由利選手です。日本のプロテストに合格していない選手がアメリカ、欧州と海外に挑戦したというのは異例です。今回はパイオニアとしての道を切り開こうとしている鬼西由利選手について紹介したいと思います。早速見ていきましょう。1997年4月16日生まれ、福岡県出身。身長166センチ、血液型 A 型、ドライバー平均飛距離が250ヤードと飛距離が自慢の鬼西由利選手がゴルフを始めたのは10歳の頃です。家族と一緒にゴルフの練習場に行ったことがきっかけでした。しかしゴルフを始めたもののそんなに好きではなかったと当時を振り返っています。そんな鬼西由利選手は中学2年生の時に出場した試合でハーフ33をマークしてからモチベーションが上がり、高校生時代は全国高校選手権3位、福岡県アマチュアゴルフ選手権優勝と実績を上げていったのです。2016年にアマ資格を放棄してプロ宣言。高校卒業後プロを目指してプロテストに挑戦してきましたが、7回受けてまだ合格はしていません。2022年は合格まで5打差でした。ではなぜ鬼西由利選手は欧州ツアーに参加することにしたのでしょうか。コロナ禍直前にティーチングプロ、プロコーチとして定評がある井上徹プロのインスタグラムなどを見て、自分から門を叩いて弟子入りしています。井上コーチといえばアメリカでゴルフ理論を学び、日本ツアーに初めてプロコートとして男子ツアーに帯同し、佐藤信人選手、中島恒之選手、加藤秀樹選手などのプロコーチを歴任してきました。現在も成田美鈴選手や穴井羅選手などのコーチングをしていますね。2022年に全米女子オープン予選に通り、本戦に出場した鬼西由利選手ですが、結果は予選落ちで、井上コーチからは試合経験が足りないと指摘を受けました。そしてこの大会が運命を変えることになります。この大会で一緒に回った選手から欧州女子ツアーの最終予選会の話を聞き、エントリーが間に合うことを知ると、鬼西由利選手はすぐにエントリーし、アメリカから会場のスペインのレアル・ゴルフ・ラ・マンガクラブにパリ経由で向かったのです。鬼西由利選手の決断力と度胸、強い気持ちを感じますね。そして欧州女子ツアー最終予選会では井上コーチが駆けつけキャディーを務め、通算3アンダーの17位に入り、来季の同ツアー出場権を獲得したのです。井上コーチのサポートもあって、自ら世界の舞台の切符を手にした鬼西由利選手は、まさに女子プロゴルフ界に新たな風を巻き込む予感がしますね。かつてはプロテストに合格していなくてもツアー出場権を争うクオリファイングトーナメント QT に一定の条件を満たせば出場でき、上位になれば日本ツアーに出場できる方法がありました。しかし2019年にプロテストに合格していなければ QT に出ることができないと改定され、それまで QT を利用してきた外国人選手もプロテストを受けるようになったことで、プロテスト合格ラインである20位タイへのレベルが上がっているのです。ただでさえゴルフのプロテストは東大合格より難しいと言われてきましたが、さらに厳しくなっているようです。井上コーチも、今の日本の女子プロテストはかなりの技術力があってツアーに出られるレベルでも厳しい、ここ数年のプロを目指すジュニア増加に対して20位タイという枠は以前のプロテストの10倍20倍の難しさではないでしょうか、というほど難しさを増しています。鬼西由利選手のように日本のプロ資格を持っていない選手が、欧州に限らず様々な海外ツアーで力を発揮し日本に戻ってくるという新しい流れができるかもしれませんね。ヨーロッパツアーは2023年31試合が予定され、賞金総額は約49億円と日本ツアーと同じくらいの規模です。ただヨーロッパとは言っても
初戦はケニア、2戦目はモロッコとアフリカ大陸に始まり、中東や東南アジア、アメリカなど21の国、地域で試合があり、世界中を飛び回るツアーなのです。移動するだけでも大変そうですが、小西由利選手はツアーに参加するために一人で就労ビザ、予防接種など準備を行い参戦しています。ちなみに初戦は母親がキャディーを務めました。小西由利選手同様に行動力ある母ですね。欧州ツアーの開幕戦となったマジカルケニア女子オープンでは通算292ストロークで5位に入りました。最終日ジギチーから出た小西由利選手は2バーディー1ボギーの1アンダーで回り、順位を6つ上げて5位で終えています。実は前日の第3日には慣れない環境で食あたりの状態になったようですが、キャディーを務めた母のサポートもあり戦い切ることができたようです。今大会は賞金総額30万ユーロ、約4260万円で通算12アンダーで優勝したインドのアディティア・ショクは賞金4万5000ユーロ、約639万円。5位タイの小西由利選手は1万50ユーロ、約142万7100円を獲得しています。国内ツアーのトッププロであればマネジメント事務所や契約クラブメーカーの担当者がツアー予選会のエントリー、航空機、ホテル、レンタカーの手配代行してくれますが、私はそういう立場ではないと小西由利選手は語っています。そのため英語を流暢に話せるわけではありませんが、全ての手配を自ら行いながら早くいいニュースを日本に届け、両親や家族、コーチや応援してくれるファンに恩返ししたいと強い気持ちを胸に転戦しているのです。母は欧州とツアー予選会に帯同し食事のサポートをし、アメリカでは2次予選までキャディーをしてもらったのですが、終盤では足を引きずっていたようで、もう同じことはさせたくない、可能な限りは自分の力でという思いが現在一人でツアーを回っている理由のようです。2023年7月28日には3週間ぶりに日本へ帰国、プロテスト合格を目指す選手たちと井上コーチが主催する合宿に参加し、最終プロテストの会場となる JFE 瀬戸内海ゴルフクラブを回り、プロテストへ向けての準備も進めているようですね。ツアーにプロテストの準備と忙しい小西由利選手ですが、ようやくプロとして活動しているという実感が湧いてきていると言います。7年間プロテストに落ち続けている時は、自分は何者でもない、プロを目指している何でもない人間という気持ちが強くて、自信もなくひねくれたりもしていたそうです。しかし欧州では一部ツアーの選手としてリスペクトされ、自尊心みたいなものが確実に以前より強くなったと語り、慣れぬ海外生活を続けながら日に日にたくましさも増しています。プロ転向宣言から7年、ようやく動き出したとも言える小西由利選手は、ゴルフ界の歴史を塗り替える選手になるかもしれません。異例と言われる道を歩み出した小西由利選手の今後の活躍が楽しみですね。日本ツアーに参戦できる日は来るのでしょうか。プロテストの結果にも注目が集まりそうです。最後に2022年7月12日13日に実施された JLPGA ティーチングプロフェッショナル受講審査に小西由利選手は合格しています。将来幅広い活躍を見据えているのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。